あどうしましょうか。相手はルーク。さあ相手はどんな戦い方をしてくる人なのか。いてー、中足が強いねー。おー、危ね、飛んじゃう。大丈夫か。投げは通るね。オッケー。あー間違えたー、危ね。オッケー。んー、どうしよう。いやー、もう一回投げちゃうよ俺は。波動拳、波動拳、波動拳。危ね、危ない。ふぅ、やべ、昇竜拳が出ない。どうしよう。痛え。こういうのはダメ。痛え。サンドブラスト早いんだ、ほんと。昇竜拳出た。うおー、いつもの中段。ラッシュ鎖骨がやはり優秀ですと。ちょっと昇竜拳がまだあんまり出てないから、ちょっと対空意識したいところですね。投げる。どうだ、もう、うーし、えた、このしゃがみチェンパが強いんだよね、ルークは。うまい、いいシミだこれ。ふぅ、痛い痛い痛い。うっ、うっ、うー、終わった。最速で殺されたんだけど。うひょー、噛みすぎたなこれ。まあさすがにもうちょっとガードをちゃんとしないといけないね。どうしてもやっぱり画面端から追い詰められると飛んじゃうんだよね。うわー、出なかった。 OD 昇竜。 OK、 この人通りやすいかもな。もう一回打とう。ほっ、お、結構運がいいぞこれ。で、うわー危なかった今。ちょ、安っ。よし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 、危ねえ。よいしょー。さあ、ここちは見せたくないから黙っちゃったけど、なんとかジャンプ攻撃通ったな。そして中足が通ると。よっしゃー、危ねえ。第2ラウンドフルボッコにされたから怪しかったけどね。ふぅ、もうちょっと攻めた方がいいかもな、この人相手にはね。危ね、投げは、おお、垂直ジャンプか。そこそろそろ飛ばれそう、飛ばれそうって言いながら俺普通にあれだね、波動拳打ったね。うわ、これ難しいんだよな。危ね。さあ通ったよね、昇竜拳。おお、怖っ。これは通らない。昇竜拳中段行こう。くー、しゃがみ中盤が強い。これは、うわー、マジかー。カウンターになってなかったか。カウンターっていうかあれだね、パニッシュカウンターになってなかったか。うー、ほらー、さすがにダメか。飛べ。うわ、そこか。あー、やばい、やらかした。あー、昇竜拳が出た。いや、ひどいな今の。今真空波動拳を打ったんですけどね。てか、なんだっけ。あー、やらかした、全然反応できなかった。くっ、暴れちゃう。パリーかな。オッケー。昇竜拳投げる。くっ、バックステップうまいな。ならば俺は逆タクの中足を。第1ラウンドのミスをで帳消ししないとな。飛んじゃう。こういうのは、お、通ったな。ここは集中。危ね、
いいね、いてよし、いいよいいよ、これでちょっと少しでもダメージ稼ぎたいな。オッケーオッケー、ここまで稼げば十分だろ。くー、この飛びが難しい。くー、しゃがみチーパンがマジで強いな。使ってくるでしょう。ルークといえばね、あのしゃがみチューパンですからね、本当に強い。これどうしよう。まあ大丈夫でしょう。くー、うわーきついな、うわーきつい、危ねえ。くー、あーマジか、くそー、投げいったんだけど暴れられたな、小技で。さあどうしよっかな。これは当たるね。おい、投げる、当たんねえか。くー、いて、これ間に合うね。よし、バリ来い。よし、インパクトいこう。オッケー、流れるように1ラウンド取ったぞ。さあどうしようかな、弾ちょっと多めに打ちたいっすね。このこの、あぶね、間違えたー、何をしとるだお前。一回暴れちゃうでしょ。くー、うわマジか、臆せず来るか。くー、そー、いやこれ以上無敵を打つのマジ今怖いんだよな、何回もミスちゃったから。昇竜拳まだパリかな、オッケー、こういうのは、届かねえか。よし、ほらー、うわー、さすがにダメか、やっぱり技ガードした世界じゃダメか、じゃないとダメか。いやこれマジ運が良かった。オッケー、ほらー、ほらー、ほらー、くー、ほらー、危ね、飛べ、飛ばねえか、よっしゃ、あー危ね、うっ、やめてくれ。いやまだ耐えられる、お危ない。いやー、インパクトのスカに中足入るかなと思ったら、はい、届かなかった。台足だったら飛べてたかもな。よかった、なんで俺の試合はこんなにグダグダしまうんだ。はい、ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様この試合をどう評価するでしょうか、コメントいただけると大変助かります。そしてチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。たまにはさ、もっと綺麗に勝ちてえよ。相手はマリーザー、さあどういう戦い方をしてくる人なんでしょう。ここはバーンと持ってきた、あーうわー、コンボミスっている、しかも俺がバーンアウトした、流れるように終わっちゃったよ。いいのかこんなんで。この試合の見どころ、垂直跳びに昇竜拳合わせられたことじゃねえか。